ハットトリックを90分間にするためには、必ず10本シュートをペナルティーエリア内で打つとか、目標から逆算した、達成に最も近い、指標っていうんです。なぜならば、いろいろ見てる中で3本に1本は、自分はシュートを決める力があるので3点取るためには10本ペナルティーエリア内からシュートを打つっていうのが例えばの KPI。課題は失点のところで、その失点の細かいところを言うと、セットプレーからの失点とクロスからの失点、その解決に向けたところの計画は、まず一人一人の責任感、セットプレーとかのマークに対する責任感を持つこと、いろんなことをして、やっぱ崩そうとする相手に対しての柔軟性、個人の理想としては得点を取るというところで、チームの問題は、今自動昇格圏外、勝ちきれない試合が続いているっていうのが、4試合あって、その中で複数失点してるのと複数失点取れてないっていうのが、両方噛み合ってないとやっぱ勝ちきれないっていうのがチームとしての今課題だと思っています。みたいに、なんかたくさん挙げながら、本当に どれが問題で課題なんだろうかみたいなことを、多分みんなは選手、自分のプレイヤーとしての目標を達成するためにも、そこの思考のサイクルがすごく大事だ。しっかり自分の課題とか問題を見つけた上で、正しい順序で課題を見つけた上で、それに計画して実行するっていうことが、分かってるようで、言語化すると意外といろいろ出てきたり、どの軸が本当の自分の課題なのか分かんなくなったりしていたので、そういう意味ではすごくいい機会だったと思います。自分に落とし込んだ時に問題を見つけて、課題を見つけてってとこまではこう割とできてたんですけど、そこからこうよりなんかアクションにするところがまだちょっと具体性が足りないなっていうか、もっと行動に落とし込んでいかないといけないなっていうのは自分自身改めて感じました。